アモンと門田と井上の先読み。今年も後半戦に入りました。2023年後半戦です。こんなこと言ったらもう関ちゃん言うことなくなっちゃうじゃん。今日それだけを言いに来ちゃったから。もうだってエンディングの俺言葉しか残せない。どんだけ準備がないんだよ。季節の挨拶しかないんだからこの人は。準備なさすぎるだろ。オープニングとか半分ぐらいやってんだからよ。準備なさすぎる。ちょっと何、いや2人とも何その格好。何2人とも逆に、逆に何2人とも。どういうことだよ。あれ俺言ってなかったかな。7月から私服でいいですよって言わなかった。いや聞いてないし、ちょっと噛むなよ、うん、サマーウェアその、うん、エコですからこっちの方が。いや別にこっちだって半袖だし。やっぱね、ここで通気性悪いですやっぱね。このためにエアコンの温度上げてますから。SDGs で似合ってるんですよね。忘れたの2人揃って。そういう意識が低下してますね。よくないね。いいんですよ。でも田村さんも言ってたよ、本気でやるなって。田村さん、田森さん、田村さんって言ったわ。田村さんって言ったわ。田森さんも真面目にやるなと、仕事はね。そう、いや違うじゃねえか今のさっきの言葉と。俺もうる覚えだから。一番喋れてないよ。うる覚えだから俺もあんま覚えてないんだよ。でも今それ聞いたことありますよ。そうそうね、有名だね。そういうことです。そういうことですよ。だからそういうことじゃないんだよ、忘れるな、うん、ただ来月はびっしりスーツで来ますけど。いやそこまでの反省は求めてないのよ。、はい、やりづらいしね。びっしり腹も染めてね。いやもともと剃ってんの、はい、ボーボーとツルツルで来ます。ボーボーとツルツル。あ、いいね、それはいいよ。そしたら許すよ。そしたらね、確かに1ヶ月でどれくらいいけんだろうな。え、どれぐらいペースで今やってるんですか。毎日。毎日もうヒゲ剃りと一緒らしいんだ。逆にもう楽じゃないね、そんなに手入れがいるなら。そうなん、毎日ってやるとちょっと億劫だったりはするけども。へえ、うん、なんだろう、なんか心のっかで呼ばれるんじゃないかっていう、なんかちょっと意識があるから。だから何その急になんかオーディションとか来るかもしれないから、うん、っていう意味でずっと毎日やってる。いや、呼ばれた時にできるだろう、ね、そので背景だとってそんなに評価変わんないって。あ、この人やっぱそういうとこ見てんのよ、スタッフさんって。ツルツルが評価されてるわけじゃないから別に。金スーツの方だから見てるのは。ドドン石田君でさえまあまあ置いてるよ。2日とかスキンヘッドとかってやっぱちょっとやっぱスキンヘッドとやっぱちょっと入ってやっぱ違うのよ。そうなの。やっぱ生えてんなって、まあ俺自身が感じるのかもしれないけど、やっぱこうやったりするとあっってなっちゃうのよ。それが許せない。悔しいです。何急にそのペチンのね、具合は変わるかもね。その音ね、うん、そうあと湿度よって変わるから。あ、そうなんだ。湿度ね、あ、そう。昨日ね、ライブだったんですけども、うん、会場がね、めちゃくちゃ暑くて。そう、ラママ。昨日蒸してたね、もう東京中が。ラママ出たことある、うん、夏場はね、あそこさ、地下になってるから、ね、うん、めちゃくちゃ暑いのよ。で、わかんないけど、照明がガンガンに昨日、バーって、ね、照らされてたのね。だからもう、湿度も 95% ぐらいあるんじゃないかっていうぐらい、エアコン、うん、マックスやってたけど。せっちゃんの汗かいて。そう。で閉めると音がどうなるの。あのね、うん、なんかね、いい感じにならないのよ。ビチャってビチャってびっくりするぐらい湿度高いから。ビチャーってなんかね、てめえビチャーって違う笑いが。そうね、漫画みたいになんか音がでなんかそう出ないけど、出ないからもうただただ不快な音みたいな。そうそうそう。あ、そんなパチンってなんないんだ。ならないのよ。やっぱり、ね、乾燥してる方とかエアコン効いてたりとか、だから手がちょっと湿ってない方がパーンってなる。あとね、パーンって聞くとね、なんか竜が上に上がるぐらいピシューンっておーっていうぐらいあるね。お客さんも泣き竜ね。それぐらいいいんですよ、状況によって変わるのは。じゃあ売れてきたらやっぱ湿度管理をやっぱスタッフに求めるんだ。めんどくせえな。もう女優さん並みめんどくせえな。逆ガクトだ。もっと乾燥させてって。そうなんだ、ね、これじゃできない。いや、ガクトの共演 NG だ。いやもう滝なんかあった時にはガクトの家滝があるらしいからね。知らないけど。いや、滝とかのロケの時はできないから、ね、ちょっと超 NG っすね。もったいねえな。絶対行った方がいい。そう、ラママ出ましたね、結構。あ、そう。ラママに愛されてますね。あ、そうで、ラママからの流れでね、だが情熱はある。そう。オンエアされて。ネタ部分出ましたね。出た。よかったよ。見たよ。よかったよ。いくらギャラ
ギャラ。いやいやいや、まだ振り込まれてないし。やっぱ金でしか見てないの。男芸人なでも金でしか見てないんで。ギャラは分かんない。すぐ時給換算したいんですよ、収録の待ち時間と。いや、でもちゃんと出てました。そう、ちゃんと出てた。オナラプーが。そうそう。殿下の宝刀。殿下の宝刀出ました。ついにドラマで。ドラマで出て、やっぱりエンディングのあの、うん、テロップというか、あ、うん、あれも、うん、関口真面目、うん、田村元基、一瞬出ましたからね。出た出た。見たやつ、ね。恥ずかしいです。なんで？オナラプーがあの名ドラマの中に組み込まれてしまって、完成度が下がりました、あれのせいで。反響はあったんですか？いや、反響あったっていうか、うん、あのやっぱりそのツイッターとかに告知するじゃん、うん、その反響みたいなのあったやっぱり出てましたね。やっぱ見てる人がやっぱお笑い好きが多いせいか、やっぱ知ってる人が多かった。そうそうそう、エゴさんも来たでしょ。エゴさんも来ました。もうして2人してもう全部いいね、うん、ババ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 どんなんがありました。アモン出てるじゃんみたいな。大体がアモン出てるとか、あとは最強漫才師とか、うん、そうそうそう、うん、否定的なのはやっぱないね、うん、あの一瞬だから。そうそうそう、よかったですね。よかったよ。ただ一番危惧してるのは、全く俺たちを知らない人からすると、うん、ああいう人がいるんだなって終わっちゃうんだよね。実際いるんだけど本当にいない、本当はいないっていう。あの10年前の時代の、そう、ああいう人だ、芸人なのかなっていう。そうそう、他はね結構完全再現されてるからね。そうそうそう、うん、あれだけやっぱ現代のものが入っちゃうとちょっと冷めたな。で昨日ラママでオープニング、うん、あの準一本ネタってオープニング出れるのね、うんうん、最初で、それであのリーダーが振ってくれて、で、うん、そうし見た人っつったら、うん、やっぱ4人ぐらい知らなかった。そんなことあるんと思って。と思って。あ、そうなの。意外とガチお笑いファン見てないのかな、あのドラマを。どうなんだろうね。そのドラマ見ても俺ら認識してないと分かんないよね、よく考えると。だから現代のネタをやってたからさ、もうやっぱ13年前のネタやってほしかったね。織田無道スーツやってほしかったから。クソつまらな時代の。いやいやいや、呼ばれないよ、そしたら。まだ金のスーツ着る前でしょ。うん、そうそうそう。これが噂の、オダムドスーツです。出て叩かれるって謎の、そうそうそう、何がボケで何がツッコミか分からない。いやいやいや、あの時はこれが一番面白いと思ったんだから、つかみとしてね、うん。各ネタに入ってたよね、オダムドスーツって言葉が。何ですか今聞きますけど。いやいや、そういう深掘りしたら。オダムドさんもああいうスーツ着てたんですか。いや、分からないけど。着てないですけども、うん、なんか、なんだろう、ね。どういうつもりだったんですかあれ。なんだろうね、うん、俺らもよくわかんないね確かになんかのネタの一部分だったのが受けたから続けてやったんだろうね、多分、うん、あの俺これは多分だけど、サンドイッチマンさんが、M1 で優勝したネタで、うん、伊達さんが乗って突っ込む部分があったのよ、うん、あその部分ピンカラ兄弟みたいになってんじゃねえかみたいな、なってねえよみたいな、うん、そこをえらく僕らが気に入って、うん、そこをなんか入れたいっつって、そうそうそう、あんなリズムのことをやってみたいっていう、間違ったことを言って一旦乗っかってちょっと待ってから突っ込むみたいな、あれすごい好きだった。コピー力低いね違いすぎて分かんなかったああいう漫才がやりたかったかけ離れて、そう、かけ離れて気づいたら全然かけ離れて、なんか下手すぎてオリジナルになってそうだったのね、あれは。そうそうそう、だからね、でもまあまあよかった、楽しかったね、うん、ありがたい、本当に。どれが、あ、いや、ドラマ出させて、ドラマの方で、うん、分かるだろ、それに。いやいやいや、昨日のラママの話かなって。いやいや、ラママも良かったですよ。よかったですか、ネタは滑ったんですけど。滑ったんですね。滑りましたね。ね、あの、順一本の方だったんですよ。そうそうそう。札が上がるコーラスラインの方じゃなくて。そうそう。4組出て、で、4組、一斉にやって、一斉じゃねえか、まあ、一組ずつやって。4分ぐらいやらせてもらえるの、まあまあ、何分でも。ああ、すごいね。で、まあ、4組がまた舞台上がって、じゃあ、たっぷり滑ったんだ。たっぷり、まあまあ、嫌な言い方すればそうだけど。で、4組でどれが一番面白かったか拍手する。拍手で。ああ、それはあるんだ。そうそう、うん。投票っぽいのが。そうそうそう。で、俺ら3番手で、ね、1番手。まあ、1番手が15人ぐらいが拍手して、うん、で、2番手が20人ぐらい。20人ぐらい来て。で、俺ら来た。2人ぐらい。ああ、でも拍手あったんだ。あ、いやいや。2人ならもう2人だろ。2人。もう見えたでしょ。いや、2人、まあ、3人かもしれないけど。もう一回お願いします。そう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 。うん、拍手した人も、あれってどんどん下から1人拍手は1回そう、1人拍手1回なんだけど。うんうん、最初、少なかったから。これは恥ずかしいことなんだなっていう。違うんだ。これで笑っちゃいけないんだ。そう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 。拍手した人も気遣いちゃう。迷惑かけたね。
なんだろうね、ちょ、純一本になると、うん、なんか緊張しちゃうのかな。純一本で見るもんじゃないんだよ。いや、違う。コーラスラインで見るもんでもないんだよ。一本ネタだ、じゃあ。本当かよ。本当かよ。いや、わかんないじゃん。お金払って見るもんじゃないんだよ。いや、それダメだよ。お金払ってみるの。だから情熱あるタダだったからさ。だからね、いいコメントが。ただだけどだよ。だからね、そうなんだよ。うん、ちょっとね、昨日はへこんだけど。へこんましたね。へこんだくせに朝まで飲み行ったんかい。そうそうそう。朝ね、リーダーと小沢さん連れて行ってもらって飲み行ってましたけどね。楽しかったけどね。ねどうですか、井上さんは。トークライブのねお客様15人だったそうで、いやいや15人ね、いやでも十分だよ、うん、15人集めるって、いやもうちょい20人ぐらい来てほしかったですけどね。あと5人欲しかった。あと5人、20人ぐらい贅沢、希望だからもっと言っていいんだよ、いや贅沢は言いません、20人ぐらい40って言っていいんだよ。いやいや40なんでそんな多すぎて、多すぎる、こっちは対応できない。え、2時間ぐらいや、1時間ぐらい、2時間半、うん、90分、お得だけ。ああ、いやまあお得だけじゃないですよ。お得がメインで、まあ、そのゲストの人とのなんか馴れ初めだったりとか。馴れ初め恋人呼んでけんの？テテコさんとの馴れ初めを。テテコさんとの馴れ初め。恋人呼んでくんの？奥さんだけ。テテコさんですよ。そうそう。で、まあ、90分とか、あとはあのお得クイズ。ああ。うん、それやったりとか。お得クイズなのにね、井上くんがテンパっちゃってね、うん、その。正解が何かを言わないっていう。正解言う。本当はこういうお得なんですよの部分言わないっていう。正解だけ言うだけ。これがこういうお得っていうのは言うの忘れ。A か B か言うぐらい言う。実はこういうお得なんですよって部分言わないっていう。いで、まあ、お客さんから言われて思い出すっていう。そうそう、ああっていう。前回ね。そう前回はちゃんと言ってそれは。そうなんだ。いやこの間井上くん家にホームパーティーに久々に行ったんですよ。一、はいはい、うん、年半ぐらいぶり。うん、でその、はい、なんだ打ち上げみたいな感じ。そう、あの井上のぽいぽいっていうライブあって、うん、ライブあってそれのそう打ち上げ、お礼みたいな。そうそうそう、井上家に行って、うん、であのいいん、まあいいけどみたいなことがあったんだけど、うん、みんなどう思うかなと思って、うん、何あのすごいお酒とかもう何百本ってあるのよ、うん、す本当にそのお得でもらったとか言って、うん、でご飯とかも全部作ってくれてめっちゃ美味しくて、うん、で食べてみんな飲んでて、実はステーキがまだ残ってますっていう、あ、いいねいいねっつって、いいじゃん、でステーキ持ってきたらステーキですって、うん、それ豚だったのよ、うん、どうもいいけどってなんだか分かるか、ちょっとがっかりはしちゃう。がっかりはしちゃう。あ、でも確かにステーキっつったら、まあ、牛っていうイメージが。でも、ステーキあるんすよみたいな、うん、すげえハードル上げて。絶対ビーフだと思っちゃう。そうそうね。勝手にそれは自分たちがそう思ったわけでしょ。いやいやいや、それは、じゃちゃんと、いいけどなんだけど、うん、どう思うかっていう。演出としてやっぱね、盛り下がる演出。違う、それは別に、うん、あと思ってなくて、その本当に買いに行った時に、うん、商品名で、ね、ステーキって書いてあったし、だからそれをそのまま伝えただけなの。え、じゃあ井上くんはビーフだと思ってた？いやいや、豚だと思ってたよ。じゃあ井上くんが悪いよ。それはステーキをさ、なんで勝手にビーフって思うのがいけないんじゃん。いや、ステーキってたらビーフだと思う。違う、じゃあお店に文句言えよ。ステーキって書いてあったから。言わなかった、君に文句言う。じゃあお店に電話するよ。いやいや、やめてやめてよ。それまあやろ。なんでだよ、お前に言ってんだよ。違う、お前に言ってんだよ。俺はお店にあった商品名をそのまま伝えただけだから。お店にあったものを聞いてるわけじゃないんだよ、こっちは。違う、だから。いや、でこれはステーキって書いてある。何が出てくるかを聞いてるんだからさ。ここに俺もしバナナって書いてあったらバナナって言うよ。みんなイエーイっつってて、うん、ステーキイエーイを返せよ、高いみたいな。いやいや、みんな言ってた、みんな言ってた。そう、まあまあ確かになんか、うん、いいんだけど、ね、井上君としてはそれはマジで予想外の反応だったの。予想外だよ。あれみたいな。あれ、あおるからステーキ。行かれてるよ、本当にそれは。本当におかしい。騙そうとはしてないよ、全然。本当におかしい。で、しかも、うん、俺はね、その、うん、ステーキで、うん、ステーキって言って、そんなに喜んでくれると思ってなかった、こっちは。ビーフなのになって。違う、豚なのになって。豚だからとかじゃなくて、うん、もしこれが牛だとしても、うん、ステーキでそんなに盛り上がるとは思ってなかったの、うん、いや盛り上がらない。ステーキはごちそうだよ。ごちそうのイメージ。いや、そうなんだ。ポークは別。ポークはいつもの。いや、そうね。ビーフは特別な日。え、でも一瞬考えなかった、これステーキって言ったけどこれ豚なんだっけなっていう。それもう全く思わなかったです。本当に全く一ミリも。もう堂々とステーキ。お、だってステーキって書いてあるんだもん。
本当に何にも思わなかった、あれ言われるまで出して、みんなに、うん、みんなの反応が盛り下がるまで、うん、気づかなかった、うん、みんなね一瞬止まったら、うんって二度見するまで、うんみたいな、そうそう、豚やないかいみたいな。続いてはブルーザーですって言って井上くんだけ出てくるもんだからね。いやいやいいじゃねえかよ。ごちそうだろ、ごちそうだよ。そっか。いやごちそうだよ。あってはいるけど。いいだろそれ。すごい、でもね確かにね、すごい、でも食べ物とかいろいろ出してくれて、うん、もう豪華なんですよ。で息子も久々に会ったけど、息子が超頭良くて、うん、超ではないけど、あのね俺もうバカ息子って言ってたけど、もう言えない、もう言えない、もうね上の子6歳、6歳、小1だけど、うん、2桁の数字の計算とか漢字とかも書けんだよ、うん、かでも漢字はそれ簡単なやつばっかりですよ、うん、そうそう、でも書けないでしょ、今も俺書けないって書けない、書けない、そう書けない、今も書けないんだからバカ大人でココさんからこんばんはと来てます、はい、こんばんは、ありがとうございます。ココさんは誰かのお客さんですかね、どうですかね、ココさん、ココシャネルさん、違う違う、素敵なところシャネルさんからありがとうございます、シャネルさんじゃないよあれ違うんですか、う違うよ、うん、下の子絵とか超絶うまくて、うん、なんかあの本当になんか形になってる、3歳4歳、まあ、4歳、これ今月4歳、なんか別にこれやってとか英才教育っていうわけではなく、じゃあもう勝手にもう毎日絵描いてて、へえ、そう、いや本当に、いやあの保育園で張り出されてるわけ、うん、そのみんなの周りの絵が、はいはいはい、うん、あよくあれね、よく見るやつ、そうで、これ別に本当に親バカでも何でもなく、うん、1枚だけ全然違う絵なの、うん、もうちゃんとした絵なの、うん、周りはもう何描いてるか分かんない、うん、ビタ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 みたいな、もう殴り書きみたいな、そう、一枚だけ違う、それがうちの息子のやつだって、すごいね、先生もびっくりしてた、へえ、その俺がいない時に、ね、まだあっちの方に行って俺が気づかれてない、うん、いるっていうのは、うん、でもその先生が違うママに、これ青人くんが描いたんですよって言って、青人うちの息子が、うん、こうやって自慢するぐらい先生が、うん、あびっくりした、それで、そうだから、その本当に絵が上手いとは別に思ってなかったけど、うん、それを見て、ああすごいんだなと思った、そう、あ鉄棒で逆上がりする人今描いてる、鉄棒で逆上がりする人ねいやそれは、うん、いや俺だってもやっぱ血、俺の血を引いてるから。ね。そうだね。今でそういうことだよ。お母さんにか、お父さんにかがこれで。あ、分かる分かる。どっちの遺伝子で青人くんがうまいかっていう。うん、全然。ただね、長男、前に言ったら、うん、長男はね、やっぱ怒り方とか似てるから。うん、ああ、怒り方。ああ、ちょっとそうそうそう。クレーマー。クレーマー。クレーマー受けてる。クレーマー受けてる。クレーマーって言うの。絡んでてもやっぱりなんかちょっとクレーマー幼稚園児、そうそう、クレーマー気質ある、うん、さっきの次男はちょっとお母さんのお母さんになるかもしれない、そうそうそう、あ俺が見た感じ、ね、あじゃあステーキの時もクレーム出してた、そうそうそうなんだろうな、フォークならフォークって言ってくださいよってあの下の子の方がお母さんに性格似てそうな気がする、ね、上の子はもう生き写し、あ早いですね、筆が早いですね、いやそりゃそうですよ、お願いします、はいはい、鉄棒で逆上がりする人です、どうぞ、母親にですね。母親ですね。すごい。いや、でも。これは跳馬ですね。跳馬ですね。跳馬ですね、これ。これ、やっぱり似てますね、やっぱ。アウトの絵と、うん。グラフですね、これはね。グラフ。2時間数ね。2時間数ですね。だいぶ落ち込んで盛り返してきた、ね。コロナが開けたことによって、居酒屋もやっぱ。そうそうね。インバウムで、ね。そうですよ。ね、コロナ明けとインバウムで、ね。インバウムで。いやだからね、すごいすごい絵うまいんだよ、うん、びっくりしちゃったよ、そう、ね、今後じゃあちょっとじゃあ将来が見えてきて、というわけでまだまだ、ね、いやいやまだ全然まだ全然ですけど、うん、なんか習い事とかさしてんの、習い事はあれですよ、うん、泳ぐやつ、あのスイミングです、いやそれは泳ぐスイミング、スイミング、スイミングやらしてますよ、2人とも、いやいや1人だけです、まだ下の子はまだ何もやってない、おお、うん、でなんかこの前焼肉食べ行ったんですよ、うん、はいはいはい、でそしたら隣にたまたま同じ時間に入ったのがその同じクラスのだからママ友パパ友で、でその子がそろばんやってるんですよ、うん、だからうち の長男もその子と仲いい、同じクラスだから仲良くて、うん、ちょっと前ぐらいからそろばんやりたいって言い始めてたから、そろばんにそろそろもう一個のやつで通わせるかもしれないです、あ、そろばん、そろばん得意じゃん、そうそうそう、なんかフラッシュ暗算みたいな、フラッシュ暗算、22、また浅い企画祭り出ようとしてるんだよ、息子と一緒に、いやいやいや、いつのだよそれ、やったけどあそこをねゴールにしてるもんね、やっぱね、そうね、もう何十10年ぐらい前じゃん、いやだからめちゃめちゃでかいね、山のホールのでかいもそうスクリーンで数字出して、
あれでも成功しなかったよね、うん、フラッシュアンダーいやあれ、うん、いや一桁は成功して二桁は失敗したからな、うん、多分、うん、あ一桁でもむずいかあんだけ早かったらパッ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 出てくるからね、うん、だからそう長男生き写しだからもうやっぱりソロ版できて計算できてクレーマークレーマー違うもうそクレーマーじゃないよクレームなんか一言も言ってないでしょあと潔癖症ね、うん、いや潔癖症ではないと思うスマホを工事家に置くの嫌がるああもう絶対だ意味わかんないそんなスマホ置くなんてなんかティッシュ置いて置いてたもんねなんか前あそういや、その割にはカバーとかしてないでしょ、うん、だってそれ綺麗だどうで自分のものだから綺麗じゃないですかだから別に置かないもんどうせ綺麗ですよ落としもしないし絶対に絶対にトム・ブラウンさんみたいないすごいねスマホって落とすよねたまに俺は落とさないのえ落とすよねたまにねでもね、頻度で言うと、彼めちゃくちゃ落とすのよ、うん、よく落とす落とすってどういうことですか、どこでいや、なんかこう取ろうとして、あーみたいなぼーっと生きてるからぼーっと生きてるなんかさ、手とか震えてるわけじゃないんだけど、うん、なんか落とすんだよね、もうよく見るも落とすの、うん、それ逆にカバーがあるから落ちるんじゃないですかえ滑って、カバーでそんなことないよカバーある方が滑りにくいそうそうそうあ、にくい iPhone ってツルツルしてるからかなり滑りやすいけどもそうそうあと落としてけど落としたら終わりだっていう思いがあるから落とさないのかもしれないあそうなるほどね、うん、あそういう落としても大丈夫という気の緩みがそうそう落としたら終わりじゃんそのガラスのカバーとかしてないと、うんうん、割れたまま使ってる人とかいるよねいる、うん、よく、うん、よく見るね直しゃいいのにね、うん、みんな嫌じゃない あれでもまでやるもんね、うん、でそれで文句言ったもんじゃあ直せよって思うんだよ、まあ、一回誰のことですか文句は言ってないと思いますけどいやだからねすごいすごいなと思う、うん、そういうのうん、いや、一回落としたことないです。一回も。流行んないよ。流行んないよ。あ、じゃあそのさっきのちょっと続きあって。そろばん。そろばん、隣のいた子がね、はいはいでその、ちょっと話してたの。うん、そのパパとね、うん。そしたら、うちの子が、お笑い芸人やりたいって言ってるんですよって。で、いや、そのパパともとは芸人やってるの知ってるけど、うん、でも子供が、何やってるか特には知らないわけ、うん、子供が何やってるか子供が俺のことを何やってるかっていうのはそれはすごいねその子にとってはもうそんな生の声聞けるチャンスなんてないからでしかも同じクラスの女の子とコンビを組みたいっつって、うん、あらあらあら、それはめちゃめちゃどう言おうか悩む ね、 ね、うん、そうでそのまだちゃその言ってはないけど、うん、でも本気でやりたいらしくてネタ帳もあるらしくて、うん、そこで言わなかったのその時は言わなかった。おいおいおい、何してんだよ。いや、その時は言う、まあ、そう。ビビったな、ビビったな。いや、恥ずかしいと思ってんだろうが。ビビったな、これな。売れてたら言ってたよな。売れてない芸人だから恥ずかしい。言ってない、売れても言ってないよ、そんなの。言ってたな、これは。言わない、言わない。そう、別にそこで言ったところで。そのお父さんは知ってるわけでしょ。知ってるよ、もちろん。知ってても、やっぱね、言わなかったんだ、かわいそうだから、逆に。いや、違うよ。井上さんのお父さんね、芸人だからっていうとね。やっぱそれに応えるほどのお笑い能力ないだろうと思ってるからそんなことない違うよそのお父さんはすげえ芸人を尊敬してくれてるんだ、うん、そなんかそのだって井上くんの前でそれを言うってことはやっぱその芸人さんとしてのなんか言ってあげてくれませんかって思いがちょっとあるじゃん絶対違う違う向こうのお父さん側にはさ違う そううちの子にはまだ難しいんだけど本気かどうかも分かりませんけどねみたいな話してたから別にそれはそこでなんか言うとこじゃなかったから、うん、だから言わなかったけどそれはねとか本当だよ電話してみようかじゃあクレマ電話しても井上さんにビビってるから言わないよそのお父さんはいやいやビビってないビビってないよじゃあそのお父さんももっと芸人になりたかったなんて、うん、元芸人と、うん、だいぶ違うけどな元芸人になりたかったってなんだよ、うん、元ってか前ねだそう元現芸人は嫌だけど元芸人になりたかったんだねそうそう元ややこしいんだよ、うん、だ元芸人になりたかったじゃあ前ね、うん、前芸人になりたかったけど結局難しいと思って諦めて違う道行ったっていう人だからその芸人に対してすごい尊敬してくれてる、じゃあどう言ってたそのお父さんがうちの子芸人になりたいって言ってるんですけどどうですかね井上さんって言ったらうんいやどうまあいいんじゃないですかあんたあーその時間、まあ、まあ、時間の無駄まあいいんじゃないですか誰でも言えるそれなら、うん、やってみたら好きなこと大変ですか、うん、大変じゃないですよ別に本当に芸人ですかそこが疑わしい最近芸人してませんけど、ね、よかったな聞かれなくて準備できてなかったな、うん、そうなっちゃってたら終わりだよ確かにな、うん息子も泣いてたよ、それ、うん、そんなお父さん見ていや、そんなことないやろパパがしょうもないっていや思ってないよパパの答えがしょうもないよって泣いてたよ天才じゃねえかよく分かってるよ、そしたら
多分こんな感じじゃ売れないよ、我が家終わりだってなってる。なってねえよ。なってない、楽しんでる。カドちゃんとか今どういう肩書きにしてんの？映画監督芸人っていうふうに言ってる。あ、映画監督はさっきに、うん、で各その映像の撮影現場で芸人もやってるんですよね、うん、みたいに言われて、あ、一番いい塩梅だね。そう、昨日もライブでしたよって言って、で映像の友達をたくさん作ってお笑いライブに呼ぶっていうで、今芸人一本の頃よりエーデルオイスの頃よりお客さん呼べてる。あ、すごいね。すごい俳優さんとかが来てもらってみたいな。あ、なるほどなるほど。その映画監督、ああ、いいよいいよ、いいです。いやいや、また撮ってたじゃん、賞を。賞を撮ったんですよ、そう。前来てくれたね、立川名画座同時映画祭で。なんだ、コロナ前ぐらいに。だいぶ前だな。そう、で僕が本当に初めて映画作って、初めて出した映画祭で入選して、田村君見に来てくれて。受賞式と披露宴とか、なんか公開。そうそうそう、入選した人が全部その上映されて、その中で何々賞みたいなのが発表されるみたいな。で、賞は取れなかったんだけども。で今回はもう2作品も入賞して、そうすごい、2個出したら2個とも通ってみたいな、こうレベルアップしてる感じがありますね。すごい。いや、もうじゃあ芸人取っちゃえばいいじゃん。嫌です。嫌なんだ。芸人としてもお前より面白い自信があるからな。出た出た出たよそれ。いやだから君も芸人取れって言ったら嫌だろ、うん、いや取るよ。取るんかい。いや、どんなお得人。ポイ活人。いや、お得芸人、ポイ活おじさんとしてやってくれ。いや、やだよ、そんな。ポイ活芸人でやってくれ。ポイおじね。ポイおじ。ポイ芸だよ、ポイ芸。ピーカツおじさんね。ピーカツ。やだよ、ピーカツ。なんでピーカツだよ。ちょっと意味が変わっちゃうけど、ピーカツおじさん。ピーカツ、ピーカツおじさん。いや、だから、そっか、やっぱり、じゃあ今、ファンが増えてんの、やっぱり。ファンというのかどうか。ファンではない、利害関係。利害関係。嫌な言い方だな、おい。すごい嫌な言い方。みんな歯食いしばってみて。嫌な言い方だよ。あ、メールが来ております。こんばんは、みゆきです。あ、みゆきちゃん、ありがとうございます。ついさっきまで北千住いましたが、今日はミュージックデーの日で、関ジャニエイトをテレビでリアタイしたいので、今月は配信からコメントで失礼します。言わなくていいよ、そんな悲しいこと。そうだ、滝上さんだったら怒るよ。先読みで月始めを感じますが、うん、本当に1ヶ月早いなと最近はよく感じます。マジで早、マジでこの1ヶ月早かった、ね、いや早かった、ね、もうあっという間に7月で、キングオブコントとか M1 グランプリとか賞レースの季節になりましたね。皆さんはこの夏挑戦したいことはありますか？すいません、もう M1 挑戦できないんでやめてあげてください。二度と挑戦できないんだ、もうは。いや武蔵を入れるしかないんだ。ああ、ね、その手があるな。今年もすごい暑くなりそうですが、お体に気をつけてください。また来月もライブとかで会えるのを楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですよ、挑戦で夏出ますよ、キングオブコント M1。 キングオブコント M1 も出ないよ。なんで？あれ、なんかネタやってたんじゃなかったっけ？川田さんと。ああ、やってました。川田さんか、川田さんとやってましたね、うん、でも、なんか進んではないですね。ピーカツ芸人で出ないんですか、他の。ピーカツ芸人ってなんだよ、だからよ。いや、で今のところ予定はないですよ。まあ出るんですか？両方出ますね。もうエントリーした。秋とも松下くんと出ますね。あ、キングオブコントも。キングオブコント初めてコント作ったんで出ますよ。あ、すごい、それ用に。うん、すごい。でもなんかコントもやってたよね、これでね。そう、それがなんか割と評判良かったんで出ますね。すごい、ね、楽しみです。ノンプレッシャーで出れるのはいいよね。いや、ノンプレッシャーではないでしょ。いや、まあ、けど事務所入ってるとさ、その1回戦落ちが事務所に知られたらまた評価下がっちゃうっていうのがちょっとあるじゃない、頭のどっかにさ。ただもう落ち放題ですから。落ち放題ではないや。いや、1回だけだよ、うん、そうそう。まあ、2回エントリーできるか2回できるか、なんか出ますか、賞レース的なものは。いやー、キングオブコントは、うわ、エントリーでコントやってないから。もう過去にすごい前に1回出て、それ以来、そうそう、十、うん、何年前ぐらい1回出て、それ以来出てない。それ以来出てないね。で、あとやっぱ難しいよね、2分とかじゃん、1回戦。ザ・セカンドとね、 G1 の人ですもんね。そうそう、もういや、そんなことはないんだけど、うん、セカンドとか。この夏挑戦したいことありますか、何か。まあ、新しい漫才とかですかね。本当かよ。ね、ずっと言ってきたじゃない、それはもう。そうだね。結局やらずにしたんだからさ、今年もやんないよ。新しい漫才とか、うん、そうだね。今日考えてはいるんですか、新しい漫才。
いや考えてはない。いやまあ挑戦しないとなと。まあまあそうですね。そうそうそう、挑戦したいなって考えてる。そうそうそう。まあそういう状況にちょっと追い込まれた部分もあるんで、ちょっと挑戦しないとな。あ、追い込まれたんですか。なんかまあまあいろんなね、各方面から言われる。事務所ライブも落ちて。そうそうそう。うん、各方面から。各方面からね。各方面から。各方面だろ、本当に一方方。朝日局からじゃない。各方面じゃないでしょ。うん、一方方。確かに。一方向から。一方向から。まあね、まあ。そうそう、でもまあ今の現況やるんですか、やることはじゃあ決定でいいですか、新しい漫才やると。いやいや、やるけど、うん、いつですか、いつお披露目ですか。来月ぐらい。そうですね、来月ぐらい。8月、8月ぐらい。8月の、じゃあ今月末のネタ見せは新しい漫才でかもしれない。新しいかどうか分かんない。分かんない。じゃあ新しいかどうか、なんで分かんねえんだよ。それが自分たちの中で新しいことってけど、その周りから見たら、いやそんな変わってなくない、そうそうそう、みたいな。結構そのね、なんだろう、自分たちの中では結構変えたなと思うけど、やっぱ見せると変わってないねって言われるのが結構あっていうのデータはあるじゃん。この程度じゃ変わったと思ってもらえないっていうデータはあるわけじゃないですか。そこは超えましょうよ。そうそうそう。だからもうこう前向いて叫ぶのはなし、当然なし。なし。いいですか。なしかどうか分かんない。なんでだよ。決めてくれよ、早く。もう捨てろよ、あの武器。一旦捨てろよ、なくなるわけじゃないんだから。そうそうそう、そう、みんな言うのよ、それ。なくなるわけじゃないんだから。そうだよ。でもやめらんない。あれがないと怖い。麻薬みたいなもんでさ、うって一本入れとくとさ、うん、元気になるっていうか。あ、ほら、ココさんも挑戦楽しみにしていますって言ってるんだから。ココさんも言ってくれてんだから、これは。いや、だからさ、もう、もう前向いて叫ばない。8月は叫ばない。叫ぶかどうか置いといて。まだ叫ぼうとしてんのか。みんなで考えてくれ。他力本願だからよ。自分でやってくれよ。他力本願だから。最強漫才もいろんな人とね、相談しながら作ってるもんね。そうそうそう、そう。いろんな人に聞いて。糸金さんとかのね、アドバイスを受けながら完成したもんだもんね。糸金も聞いてるし、片田くんにも聞いてるし、稲田にも聞いてるし、北岡にも聞いてる。サムライザムライとエーデルオイスが作ったからね。いろんな人に聞いてる。だからもういろんな人に聞いた方がいいのよ。脳みそは多い方がいいから。いやいや別に。でもそうそうそう。だからお願いしますね、二人とも。でもまあここで言うことじゃないかもしれないけど、うん、やっぱ一人一人意見が違うじゃん。だから全部が違うから入れすぎるともうぐっちゃぐちゃになるのよもう、うん。だからそこら辺がね、なんかあんまりここで言うことじゃないけど。聞きすぎもどうかなって俺は思います。まあ結局前向きでこうやって、そうそうそう、だから一旦2人だけで作ってみたらいいじゃない。いや大体作ってるんだよ。新しいネタをもうあれじゃない、最強漫才じゃない、もう金のスーツも脱ごう、うん、金のスーツも脱いで、ああ、あすごい、今ちょっと大丈夫、まあ、金のスーツね、そうそう、うん、金のスーツ脱いで、うん、あれやったら怒られるかな。なんであれやりたいんだよまだ。新しいの思いつかないんだろ。思いつかない。それは思いつかない、そう簡単に。そうよ、うん、それをまず言わないとな。思いつくけどやらないみたいな感じで言ってるけど、ああ違う違う、思いつかない、思いつかないけど、うん、絞り出すもんだからこういうのは。絞り出すしかないのよ。そこまで分かってんだ。そう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 、それも分かってんだ。絞り出してから言えよ。絞り出すしかないのよ。絞り出した人が言う言葉ではない。まだ絞り出してないけど、絞り出すもんだってのは分かってる。だから世の中に、まあ、売れてない若手の作家とかを10人ぐらいもう呼ぼうかなと思って、うん、いやなんか一緒にネタ作れますみたいな作家いるでしょ世の中に、まあ、いっぱいいますよ、うん、いそうじゃん、うん、どこにいんのあいつら。呼びかけたら出てくんの、うじゃうじゃと。なおかつアモーに協力したいとか。そう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 、うん、呼びかけてみたらいいじゃないですか、ツイッターとかで。ツイッターで若手のさ、いやでもそれで本当に変なやつが来たらさ困るじゃん。面白いじゃん、でもそれも勉強ですよ。いや、それやろう、今呼びかけよう。いやいやいや、うん、待ってくれ。生放送のさ、このうまみを生放送ならではの DM で来てください、ツイッターで、うん、アモンのネタなら書けるっていう、うん、アモンのネタなら書けると思うと簡単すぎるから、それはやっぱ違う違う、簡単ではないんだよ。アモンを売れさせるネタを、そう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 、うん、そうですね、うん、あとね、あ、最強漫才じゃなくていいですと。だから門田くんとか相談するときは楽なのよ、うん、俺らができることできないことを分かってるから、うん、そう、うん、だから結構っていうかね、ものすごい狭いのできることが。俺らってもうそう、すごい狭い、すごい狭い、そうですね、武器、うん、としては腹から声を出すぐらいしかないから器用なことはできません。そういうことを加味して作れる作家が欲しい、うん、ちゃんと自己分析できてますね。そうそう、自己分析はできてんのよ、ね、アモーのね、その単独で披露したラップね、オリジナルソングもテンポ掛け合いどうでもいいから、そう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 、そこら辺はあの歌聞いて、あのそうだね、うん、
確かに。だからそううあれがアモーのマニュアルだから、ね、マニュアルそうそう。もうあれが全てが詰まってます。うん、あ、みゆきちゃんから F のコントめちゃめちゃ好きですと僕らのコントを見てくれたんでね。あすごい。確かに金のスーツ脱いで、ま、最強漫才面白そうっていう。お、じゃあみゆきちゃんのせいにできますよ。いやいやいや怒られるわ。ネタ見せでなんか、まあでもね、みゆきちゃんが言ってますもんって言いますよ。久々に、先月かな、先々月に、うん、母ちゃんに呼んでもらったライブで、それ禁止ライブっていうやつ。あ、出てましたね。それで久々にマジで通常漫才師をやったら。10年ぐらいの前。単独のあれやったんだろ、どうせ。いや、単独のやつじゃない、本当に。あ、もっと前のやつ。もっと普通の。オダムドスーツ時代のやつだったの。そう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 。携帯屋さん携帯屋さん、違います。でも、それぐらいの前のネタ。うん、そうそうそう、うん。なんか、やっぱ、客さん、なんか、俺らがもう、はい、どう思うだけで笑っちゃってお客さん。うん。すげえ、もう、今日一ぐらいの大爆笑起こって。へぇ、俺らもそんなにウケると思ってなかったから、それぐらいで。うん。で、だんだんそれからシューンって感じ。シリツボミね。シリツボミネタ。見慣れてきちゃったら。でもなんかやってちょっと、あ、こういうのも楽しいなって思ったね。そうそうそう。掛け合いとかもね。うん、そうそうそう。ああ、いいじゃないですか。最強漫才師をやることによって通常漫才上手くなってた？そう言われるとよくわかんないけど、わかんないけど、関口さんがツッコミだったから、うん、めちゃくちゃリラックスして上手く見えた、俺は。なんか本当になんか別に、もう別にどうでもいいでしょみたいな感じで、もうそんな状態だったから。うん、全然受けとか別に気にしなくていいぐらいの超リラックスしてた。うん、そういう感じのやつやってみたらいいじゃないですか。新しいこと挑戦して。そうだね。8月、8月、ね、そうそうそう、来月はやります、やります。決めた。最強漫才師ですって言うの禁止ね。じゃあね、言いません、言いませんって今宣言してください。あの2人で言うのはないかも。1人では言うかもしれない。1人では言うなんだよ。そうだよ。いやだから1人最超スーパー最強漫才師で、うん、1人が最強漫才師とか。それで受かると思ってんのか分かんない。だから1人が通常漫才師とか、うん、最強漫才やらなきゃいいってもんじゃないんだ。その、うん、くぐれればいいってもんなんじゃないんだ。いやでも、うん、まあ分かんない、2人じゃなくてもいいじゃんっていう、うん、そうそう、最強漫才っていうのにツッコミが入ったらどうなるかとか、うん、なんか今2人でやってんじゃん、うん、そうそういう感じで、もうキャラ漫才の2人で乗っちゃってるわけですね。そうそうそう、うん、そういうのもありかなと。なるほど、楽しみですね。ありがとうございます。交互期待と。落ちててほしいな。まあ試しだから、うん、まあまあそうそうそう、いろいろ試していかないと、うん、企画も変わっていってますね、どんどん。はい、そうですよ、そうです。逆になんか皆さんは何か挑戦あるんですか？僕は流しそうめんですかね。流しそうめん、夏だ、夏といえば。いや、普通にやるだけが勝手で。いや、挑戦です、そうですよ。ちゃんと竹の、あの竹を切って。おお、はい、マンションの中で。まあ、そう、うち10階なんですけど、だから1階に、うん、いやいや、迷惑だったんで、すごすぎる、うん、はい、それでちょっとやろうかなと思ってますよ、今。迷惑 YouTuber ぐらいだよ。だいぶ離れたところに子供いるもんね。うん、そうね、まあちょっと2つ隣のマンションぐらいで。明日だったら早すぎて、うん、もう、いや、まあ1個マンションは通そうと思ってます。きついわ。加藤さんは、僕も流しそうめんですね。ね、偶然、偶然流しそうめん。なんか撮ったりすんの、映画。映画、そうですね、何個か企画がありまして、すごい。そうなんですよ。じゃあ今年1本2本は、はい、作品がまた増えて、また、はい、眠れない日々が続くって。そうなんです、そうなんです。お笑いがおろそかになる期間が、松下を待たせる期間が。いや、あいつは待たしていいんだよ、もう。せめて松下をね、あの上演でもなんか、ね、そうそう、入れてくれれば。そうそう、使ってあげてよ、そう、それはやってよ。やっぱね、けど役者に手を出しちゃうとね、やっぱその師匠のこと悪く言えないんですよ。そんな言えないんかい。もともとは役者として知り合ってますよね、松下さんもね。そうね、小坊主軍団として知り合ってますんで ね、まあ、使ってあげてくれ。コンビでラジオを始めましたね。あ、うん、いいですね、はい、じゃあもう正式なコンビなの。いや、そういうのは別に正式なコンビなんだよ。、うん、でもどっちかというと F での活動が多いよね、なんか。そう、松下君の方が暇なんでね。あ、でも八王子の時、あれ八王子の時だけ違うね。八王子は貧血界隈でやってますね。あ、すごいな。命にもだからね、暇だったらやろうよ。いやいや、まあ、暇だけどさ、うん、いや、どういう気持ちでやってんのかな、本当に。ちょっと聞いてみたいな。何を？誰が？誰に何を？カルタ君に。なんか一人コント始まる前の陣内智則さんのネタ始まる時みたいな。いや、だってさ、そのいや F で今
正式に組んじゃえばいいのにってすげえ思うんだよ。それは考え方が古いよ、それは。ああ、そうだな、考え方古いな。川谷絵の目指してるからさ、やっぱいろんなバンドやってたいからな。出せよ、もう決めてくれ。行こう行こう、もう立ち上がったしすぎて、はい、内容の薄い39分をちょっとお送りしてしまいました、すいません、はい、この番組はその月に起こる出来事は全て僕らが先読み、うん、時代の最先端を行く一組と二人の、芸人とコメンテーターとポイ活芸人の、方々が3人、コメンテーター3人だぞ今コメンテーター俺いた 3人ぐらいいたぞ今、足立区の北千住から放送する公開生放送バラエティに載っております。よいしょ、さっき読みしていきましょう。はい、じゃあね、ゲーム買ってますか、自分の紹介したやつ。ゲーム、あ、前回前回紹介したやつ買った。これね、買おうとしたら、うん、俺の言ってた発売日がまず PS5 が先だったらしくて、うん、あで PS4 が全然先出なくて、5持ってないんだ、5持ってなくて、うん、で4が出たと思ったらダウンロード版しかなくて、うん、ダウンロード版もあの18禁しててクレジットカードがないと買えないっていう完全な積み状態だったんで、うん、すげえ見切り発車してしまったっていう、ここで、謝罪を申し上げます。そうだな、クレジットカードを作らないですいませんって言いなさい、ちゃんと、クレジットカードを作らなくてすいませんでした。本当だよ、怖がって作らないんだろ、怖がって作れませんでした。なぜかクレジットカードを怖いと思ってすいませんでしたって言いなさい、ちゃんと、審査が落ちるかもしれないっていう恐怖で先輩緊張かよ。はい、ということでね、まあまあ毎度毎度申し訳ないですけどね、今回もゲームを紹介したいと思います、はい、今回はこちらです。ダダン、サンドランド。サンドランド、これはですね、鳥山明さんのね、よくご存知で、あ、本当に漫画が、漫画原作で、そうです、あ、ドラゴンボールの後の、そう、2000年ぐらいに週刊少年ジャンプで、まあ短いよね、読み切りというか、それが、ゲーム化になって登場ということなんです。おー、これがまだちょっと全然もう発売日とかその値段もまだ決まってないですけども、もうこの時点で多分相当みんな食いつく、まあ、じゃないかなと、もうドラ、まあ、もうみんなが知ってる、ご存知、鳥山明先生、うん、のゲームですよ、もうね、まあ、ドラゴンボール、ドクタースランプ、アレンちゃんって今出てますけども、ゲームで言ったら、まあ、ドラゴンクエスト、そう、まあ、クロノトリガーとか、あと、最近、まあ、もう結婚前だけど、ブルードラゴンっていうね、うん、XBOX だけの、まあ、RPG が出て、うん、で、今回、そのトレマキア先生のキャラクターが、まあ、また再びゲームで出るってのは、このサンドランド、うん、で、さ、登場なので、まあ、これはかなり話題性もあって、結構売れるんじゃないかなと、私は踏んでますね。漫画は読んだんですか？漫画も読んで、まあ、でも過去に読んだだけだったんで、ちょっと結構もう覚えてないんですけども。どんなお話なんですか？これはあの、人間と悪魔が共存する世界なんですよね、うん、あー、なんかあったね、だいぶうっすら覚えてるわ俺も。その中で共存してて、水がとてもあの不足している世の中らしいんですよ。その水を求めて、その、あのまあ出てくるのが3人、だいたい3人なんですよ。だから砂漠なわけですね、サンド。そうですね、うん、サンドランドっていう場所に、あの泉がそれを目指す物語なんですね、うん、で登場人物がベルゼブブっていう、これが悪魔の主人公ですね、うん、ただこの悪魔の主人公なんですけども、別にその悪意はなく、出てきて殺そうっていう気もなく、ただただ無邪気な、まあ、少年に近いちょっと悪魔で、うんうん、っていう感じで、あともう一人のラオっていう、もうこれが普通の地球人っていうか、まあ、その人間、うんうん、はい、で警察官で、その年老なことからそのベルゼブにちょっとまあ助けるみたいな感じで、うん、はい、でもう一人の シーフっていうのがこのベルゼブのお月の人みたいな感じで、うん、その3人がまあわちゃわちゃしながらその、水を目指す物語ですね、うん、はい、まあ、それが何 RPG みたいな、アクション RPG として出るんですね。もう話題になってんの？じゃあ結構なってってますね、もうゲーム、その、うん、ゲーム業界では、ゲーム業界ではもう、あとその配信者でも結構有名になってて、うん、そっか。でも確かにドラクエって全部鳥山明さんの原作で絵だもんね、うん、まあ、あのドラゴンクエスト、あの知ってる人もいますけど、まあ、堀雄二さんっていうね、あのシナリオを作ってる人が、うん、まず、あ、鳥山明さんにもう絵コンテを送るんですよ、スライムっていう、うん、でもその絵コンテがまず本当にもう、まあ、皆さん知ってるあのスライムは可愛らしい、うん、最初は本当に何だろう、液体みたいな感じのスライムを一回原作で送ってるんですよ、はい、それを見事にトレマキアさんがああいう形で、なるほど、だからそれをこう、やっぱあの人俺
俺が今おかしく天才だなって思うし、みんな思ってる、みんな思ってるよ。いや鳥山明さんも喜んでると思うよ。届かないよ。どうやって届くよ。あと鳥山明さんって結構メカもすごいんですよね。あの人独自のメカというか、デザイナーとしてすごいよね。すごいですね。それがこのサンドランドにも現れてて、でそのメカがそれも操れるっていうその楽しみもあったりするんですよ。そうだね。今グラフィックもね綺麗だから。すごい綺麗。鳥山明さんの絵ってさ、かっこいいとかわいいのちょうどいい塩梅じゃない？ねえ、かわいいも入ってるんだよね。それをこうその世界を自分で動かせるっていうのは楽しいよね。それだけで俺はもう鳥肌が今立ってます。ずっと。発表を聞いてからずっと。ずっと鳥肌立ちっぱなし。いや、病気じゃないか。さすがに長いだろ。病気な。長いだろ、これ発表から今まで鳥肌立ってたら。鳥肌明だ。鳥肌明。ああ、つまんねえ。つまんねえ。病気だよ、もう。鳥肌明だよ。つまんねえ。ぜひよろしくお願いします。これはでもすごい話題になりそう、確かに。買いますかね。もう絶対買います。で先月のも買いますね。先月はちょっと買えなかったんで、まあ、クレジットカードができた。ダウンロード版しかないの。今年、今年パッケージ版は出ない。パッケージ版出てないです、今のとこ。あ、そうなんだ。しかも海外のやつだから、うん、なかなかちょっと。あ、そっか。クレカ作ってもらえないもん、P経由で。ちょっと、クレカもらっていい？いや、いいですよ、27枚あるから。いや、すごい。そう、命に買ってもらって、あ、こういう経由でね、あとでお金渡すっていう、現金渡すっていう。で、5% ぐらいもらったらいいじゃん、そうで。上乗せしてもらえば。まあ、もしくはクレジットカードの番号を教えてもらえればあの PS4 からの教えるかガンガン買いまくって最悪だ。じゃあ私ですね、はい、私はこちらリバー流れないデーですね。おかしいじゃん、川なのに。そうなんですよ。いい反応ですね。え、でもこれ多分ドラマとかじゃないかな。違うかな、あれじゃない、リバー流れない、ね、おはようございます。マウンテンからのリバーなんて言葉もありますけども、あ、いやなんか空ひばりさんの時の流れ手に身を任せのアンサー、うん、川の流れのように川の流れのように、川の流れのようにのアンサーソング、アンサーソングをね、ヒップホップアーティストが、ね、流れないでってせいえって言いながら違う違います。これですね、映画なんですけども、今公開1週間あら先週公開した映画ですね。でこれヨーロッパ企画っていう僕の一番好きな劇団が作ってまして、はい、はい、有名ですね。サマータイムマシンブルースっていう映画、はいはいはい、ね、結構みんなにおすすめして見てると思うんですけど、はい、見ましたよ、ね、あのタイムマシンの映画の傑作があるんですけども、はい、あれってはあのヨーロッパ企画っていう劇団の舞台を元廣監督っていう踊る大捜査線とかの監督が映画化したもんなんですけども、うんうん、これはそのヨーロッパ企画自体が映画を撮ってみようっていうふうに作ってみようっていう劇団が作った映画なんですけども、初これ2作目 で, 2作目で前作もここで紹介してるんだけど、ドロステの果てで僕らっていう映画がありまして、うんうん、ましたよ。それもタイムリープの映画で、はいはいはい、うん、それがですね、もう本当に日本でもまあ流行ったんですけども、世界で大ヒットして、うん、あ、そうなん、世界の映画祭10個ぐらい撮ってて、うん、あ、そうなんだ、その映画めっちゃよくできてるよね。できてる、めちゃくちゃよくできてる。え、なんかさ、今さ、うん、日本の映画って海外で評価されるの多くない？なんつう、日本でそんな盛り上がってなくても、うん、まあ、そういうパターンもありますね。多いよね。でまあそれ狙ったかわかんないけど、本当に前作がめちゃめちゃ海外で評価されて、うんうん、テレ東の佐久間さんとかもめちゃめちゃおすすめしててっていうので、はいはい、日本のサブスクでも流行ってきてっていう、うん、でそんな中でそのこの期待を受けて作った2作目がこちらなんですけど、ね、すごい面白そうや。そしたらで、ドロステの果てで僕ら見てもらったら分かると思うんだけど、2分間のタイムリープというか、うん、2分前の世界とテレビがつながるみたいな作りになってて、うんはいはい、同じ2分をどんどん繰り返していくんですけども、うん、今回も同じ2分を、すごいね、2分間タイムリープ、すごいね。この川、京都の貴船っていうところが舞台なんだけども、はいはい、旅館の人が川を見つめながら流れないでよってお祈りしたのよ、うんはいはい、そしたら2分のタイムリープが始まってみたいな話で、うん、でその人だけのタイムリープじゃなくて、その貴船っていう町全体がタイムリープしてて、はい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 、でそのタイムリープ気づくきっかけとかも、うん、なんかこう川に祈った後に、うん、あの前の帰っちゃったお客さんのその食事をこの片付けて、うんはいはい、部屋を片付けてたら気を失って、もう一回さっき言った場所に戻って、うん、もう一回は片付けなきゃって思ってたら、うん、そして他の従業員と、これさっきも片付けましたよね、はいはい、あなたもみたいになって、うん、
って言ってるうちにもう一回タイムリープ始まって、で戻ってきて、まあこれ3回目ですよねってなって、でどんどん街全体が築いてくっていう面白いのになって、こっからどう抜け出したらいいんだっていうのと、この2分をどう楽しむかみたいになってくる。じゃあ前より壮大だね。うん、前はお店のところだけだったじゃん。そう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 、旅館のお客さんも全部だから、その何かしてないで普通にご飯食べてるお客さん同士だったらタイムリープしてることに気づかないわけよ。ああなるほどなるほど。なぜか雑炊が全然減らないんだけど、はい、みたいに苦情を言ってくるお客さんがいて、はいはい、でこれ実はタイムリープなんですよって説明してみたいな。ああ面白いですね。ってなってどんどん世界が広がってって、で、うん、2分でどっか行こうと思っても戻されちゃうから、はい、行ける範囲が狭まってるのよ、はいはい、ここまで行きたいんだけども2分間で戻されちゃうから、うん、早く行かなきゃいけないんで、ここ近道したらここまでたどり着けるみたいな、うん、ゲームみたいになってくる、はい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 、それがめっちゃ面白くなってくっていう映画で、コメディー、コメディーですね。いやこれもうね多分世界的に流行ると思うんで、ぜひ。どこで見れるの映画館？今のところ結構ミニシアター系で、うん、下北沢トリウッドっていうところ。解散したとだろう。誰？ミニシアター。あ、ミニシアターさんの方ね。ミニシアターさんの方ね。何言ってるの？そう、解散しちゃいましたね。ミニシアター系で、けど新宿とか池袋、あ、新宿やってる、池袋でもやってるし、川崎でもやってるし、あの亀止めの最初と同じようなところで大体やってます。じゃあ結構もうアングラというか分かんないけど、うん、その大きい映画館じゃないところで見れる。うん、でも多分ここから広がると思う、流行って、亀止めみたいになってくんじゃないかなって。はい、そうだね、それ面白そう。今のうち見とくとドヤ顔できるんで見てみてください。見た。おすごい、お面白い面白い、めっちゃ良かった。マンデーっていう映画もここで説明したんだけど、それも同じ会社の人がタイムリープし続ける映画で、はいはい、タイムリープ好きだから見に行ったんだけど、それでちょっと気になってる部分があって、うん、でこの映画にはそれがなかったのよ、はいはい、うん、だそれを話し合いたいから、みんな見に行ったら僕と話しましょう。お願いします。僕はヨーロッパ企画は違う楽しみ方があって、うんうん、僕所さんのメガテンをもう小学校からずっと見てて、うん、所さんのメガテン出てくるんですよ、これ役者の人が。そう、そうだからその所さんのメガテンの人だってなるの。実験やってくれるんだよね、ヨーロッパ企画メンバーが。そうそうそう、木をこの縄文時代の時と同じような感じで木を切るとか、うん、なんか縄文化が忘れたけど、そんな感じだとか。所さんの手下が出てます。あ、見たい、面白そう。あ、みゆきさんがすごい面白そうな映画って言ってますね。でミニシアター懐かしい、響いてました。みゆきさんに響いてました。あ、本当でよかった。ごめんミニシアターさん、すぐ出なかった僕ら。仲良かったのにごめん。最後行く、どうぞ。僕はこちらですね、タッチ決済。今更かよ、今更タッチ決済。上杉達也と。そうだね、いやソロタッチじゃねえよ。ソロタッチじゃないよ。え、あのユータ離脱でおなじみの。いや、ソロタッチさんじゃないよ。ソロ決済ってなんだよ。だって普通のクレジットカードとかも、はい、全部タッチ決済、スイカもタッチ決済。でもクレジットカード、僕が言いたいのはクレジットカードのタッチ決済なんですよ。あれ、スマホのね、ビザタッチやると何パーもらえるやつだ。そう、それでも、いや、それだけじゃない。違うんですか。あ、違うの。あ、でもそれもあるんだけど、うん、もうタッチ決済全般が今盛り上がってるの、クレジットカードとか。そう、スマホをクレカ紐付けしてタッチでできるやつ。そう、まあそれもあるし、カード自体もタッチできるよね。そう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 。ああ、うん、そう、それ使ってます？使ってない。使ってない。使ってない。いや、うん、あのあのマークあるじゃん、 Wi-Fi の横にあるみたいな。タッチ決済ができるマークね。もう一人クレカ持ってないから、はい、脱落してる人がいますけど。大丈夫ですよ。さっきそれはちょっと思ったけどね。そう。でそのタッチ決済が今すごい流行って、最初今言ったビザのタッチ決済ね、はい、あれが最初流行り始めて、うん、でその後マスターカードコンタクトレスもあるんだけど、今 JCB のタッチ決済とかも始まったりとか、うん、はいはい、いろんなカードでも今タッチ決済がもう主流になり始めてるわけ。あ、でいろんなキャンペーンがあるし、あと三井住友のカード今日から 7% 還元って知ってた？知った。お、知ってた。知ってた。 7% 還元なんですよ。 今までは 5% 還元だったの、はい、その対象店舗で。でも今月、今日からコンビニ系が大体いけるんだっけ、ファミマ以外、ファミマ以外、セブンとローソン、うん、あとマクドナルドとかサイゼとかデニーズとか、そういうところが 7% 還元、タッチ決済。そうそうそう、三井住友のスマホのカードでね、うん、スマホに Apple Pay とか Google Pay に入れて、うん、とか、だからその後は JCB のやつも、うん、JCB タッチも今セブンとかローソンは 10% 還元とか、うん、あと最近もタッチ決済電車乗れるようになってるわけ。JR はまだだけど、でも実験しちゃダメだよ。いや、でも実験やってて、 JR もスイカみたいに使えるってこと？そう、クレカがスイカになると。そう、だからこれの何がすごいかっていうことは、ね、言うのが、
外国の人も使えるわけ。そういうことだね。そうだからこれ今持ってるカードも外国で使えるわけ、もし行った時、うん、だからそれが海外から来た人も電車スイカを買う必要ない、切符買う必要ない、うん、もうそのまま乗れちゃうからめちゃくちゃ便利になる、うん、っていうのを今私鉄とかでは今広がり始めてて、うん、で JR もどっか実証実験やってるんだけど、うん、それもだんだん今広まり、今後は絶対広まっていくから、うん、便利になるね。そう便利になる絶対。最近でもさ、なんかスイカがさ、モバイルスイカが障害みたいなの起きたじゃん。ああちょっとそういうことやってるからかな、なんかなんかシステム的に迷惑な話だな。やめようやめよう、なんだよ今すげえノリノリ生きてたんですよ。わしはスイカで十分じゃん。古いな古いな、考え方古いな。おじいさんちょっと新しめのおじいさん、ちょっと新しめおじいさん。いやでもタッチ決済はだ、そう、それで今いろんなキャンペーンとかタッチ決済で電車乗ると 50% 還元とかまあやったりするし、 50% 還元とかで、そうそうそう、だからいろんなところで今タッチ決済がキャンペーンやり始めてるから、見逃さないようにしてた方がいいです。タッチ決済増えたね、ファミレスのレジで使ってる人多いもんと、そう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 、だからクレジットカードも最近刺さない人多いよね。まあそうですね、で本当にタッチあるあれこそタッチ決済、あの今はさ俺もほぼ全スイカでやってるから、うん、スイカかペイペイぐらいしか使ってないからさ、決済の時にさスイカでとかペイペイでは分かんないですよ。だけどさ他のタッチ決済の時は何て言えばいいの。あれクレジットカードで、クレジットカードでって言ってそのカードをタッチすればいいの。そう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 、でクレジットタッチって言うよね、クレジットカードタッチで。いやいやクレジットカードですか、僕は言わないです。って言ったらなんかこのカードガチャの方を出してこないの。出してそのガチャのやつでもうタッチができるから。あ、もうガッチャンの機械側がどっちでもいけるように待ってくれてんの。そう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 、タッチでもいけるしガッチャンでもいけるしで待ってくれてんの。あ、まあでもタッチ決済できないお店もまだあるけど、うん、それはもう差し込むしかないからもうそれはダメだけど、でもタッチ決済のお店は差し込みもできるしタッチもできるような端末が多い。だからコンビニとかでもクレジットでって言えばもうピッてやるだけで、しかも処理能力めちゃくちゃ早い。スイカよりも早いんだ。スイカより全然早い。スイカでも早いと思うけど、だって本当に、うん、こうスマホに入れてんだけど、うん、ここに持ちたあるとしたらここでもピッていう感じ。本当にピッ、もう本当にすごい速い。スイカだったらちょっとまあこう置いてたけど、もう本当に速い、すごい速い。じゃあめちゃめちゃ座高高い人だったら反応しちゃうかもしれない、出さずして。いや別にそれはクレジットカードで言ってないから、まずこの機械が歩くたびにピッピッピッ。いやそんな端末がいろんなところに反応しちゃうよ。次の人が座高高かったらそっちので支払われちゃうかもしれない。いやないよ、ちょっと腰プリッてやったらなんでやるんだよ、レジ前でこんなことよ。おかしいだろ、プリッて。もうそれタッチしに行ってんじゃねえかよ。いけるかなと思って払いますよって言ってんじゃねえかよ。いやだね。っかけどクレジットではちょっと文字数が多いな。クレカででいい？いやクレカでもいいけど、あこいつスイカでと同じように収めたい。うん、いやクレカでって言ってもいいけど、うん、レジの人にとってはあこいつスカしてんなと思われるよ。あそっか。クレカでってよって。そっか、資産分けにしていったらじゃあバランス取れる。いやダメだ、別に資産分け関係ないよ。うちの店はスタッフ側がタッチか差し込みか選ばないといけないからまだ面倒くさい。あそうなんだ。やっぱこう、うん、ほらそうそうそう、クレカだけで言うと困らしちゃってるから。ね、これまでの店員さん全てに謝って。あすみませんでした。すみませんでした。はい、頭が真っ白で。頭が真っ白で。いい先輩切っちゃう。いやもう時間ないじゃないか。時間ない、時間ない。いやもうこれよ。もう。これよ、もう。これよ、もう。もうこれ、これしかない。え、何ですか、それ。こうなるだろう。アマテン。アマテン？アマゾンと楽天がくっつくんですか？いや、その通り。当たった当たったっていうか、え、ついにアマゾンが楽天を買収。まあ、楽天今、やばいって言いますもんね。いや、やばい。あの、うん、お金がどうしてもない。から、まあ、全部じゃないと思うよ。銀行とかじゃなくて、うん、モバイルのところを、うん、アマゾンが楽天モバイル買収か、まあ、売るかどうかわかんないけど。楽天モバイルがアマゾンになるかもしれないの。アマゾンモバイルになるかもしれない。本当に？いやだからこれ単純にめっちゃ金かかるじゃん携帯事業って、うん。はいはいはい。これ払えるのってもう本当にでかい会社しかないから。だけどアマゾンモバイルになったらちょっと興味あるな。いやこれはね全然あり得る。あの三木谷さんが資金調達今年中とかできなければ、うん、もう借金の金利とか払えないぐらい結構やばい。から多分ね、そのアマゾンモバイル契約してたらプライム会員無料とかつくかもしれないよね。プライム無料、アマゾンミュージック無料ついて、うん、これでアマテンモバイル、うん、
もう天なくなるかもしれない。そうそうそう。ただのアマゾンになるから。わかんないけど、うん、モバイル事業は合併する可能性があるような気がする。いや、本当っすか。いや、わかんないけどね。これ米倉涼子はどうなっちゃうの？米倉涼子さんは、CM 料が爆上げします。うん、米倉涼子さんがちょっと暇になるって予想してる。いやでもちょっとそのぐらい携帯事業やばいんですよという話。いやいや、それは楽しみだな。でだからさっき言ってた Amazon Music、うん、アマプラ、うん、アマプラも結構もう頭打ち、はい、もう伸びないところから伸びない、うん、伸びないけどこれついて本当格安で、うん、3500円、うん、Amazon Music アマプラついたら結構映りそうじゃない、うん、映る、うん、そうね、映るな。で、あの、うん、総務省からプラチナバンド割り当てられたら、うん、もっとみんなこっちに移って4社競合になるんじゃないか、うん、なるほど。あ、そうなるとね、時代が変わりますね。時代が変わるかなと思います、うん、楽しみですね。はい、うん、はい、はい、ということで皆さん来月もよろしくお願いします。ということで、次回は8月の5日になっております。お願いします。ありがとうございました。